カレローがお届けしているそんなチャンネルでございます。よーアンドカリーさんをお持ち帰りしてまいりました。もうアンドカリーさんといえばもうカレー好き、その他の方々にも大人気のお店でして、このチャンネルでは伺ったことないんですけども、イベントで一緒になった際に一度だけね、そのカレー食べたことあるんですけども、もう一度食べたら忘れられない、そんなカレーが大人気となっております。それではご覧ください。本日のカレー、ドン！本日のカレーのメニューはピリ辛チキンカリー。購入方法なんですけども、オンラインショップで、予約していただいて、お店に取りに行くっていう形になってます。詳しくは、あのカリーさんのアカウントの方、インスタグラムのアカウントの方を見て買うのがいいと思います。ちょっと余談なんですけども、僕予約した日と、もう取りに行く日が間違ってて、2回お店に行くっていう謎の恥ずかしい行為しちゃったんでね、ぜひ皆さんも気をつけてください。今はテイクアウトのみなんですけども、5月30日から、店内での飲食も開始するっていう予定らしいんで、そちらの方も合わせてインスタグラムの方をチェックしてみてください。こちらがアンドカリーさんのチキンカリー。もう香りが立ち込んでめちゃくちゃいいね。そしてライスの方に副菜とかお花、もう彩りがすごい綺麗。いただきます。まずはいつも通りルーの方から。あー、うまい。ピリ辛ながらも中になんか優しさだったり旨味とか詰まってて、安部さんのカレーって、前回食べた時もそうなんですけども、なんかギュッと優しさ詰まってるような、もう最高のカレー。もちろんライスといっても相性抜群、もう食べ応えもある。チキンもね、しっかりゴロゴロと入って、もすごいスプーンで1回で取れちゃったけど、もうすごい量。もうチキンね、これ。うん、うまっ。もうこの副菜やらなんやらでご飯もいけちゃう。もうこうやってカレーに浸して味変するみたいな。また違った酸味だったりとかシャキシャキ感がきて全然違う。こう食べてるうちにどんどん味変もできるし、そのまま味わえるしでめっちゃ美味しい。楽しみ方がもう結構何通りもある。これ野菜もねきっちり入ってるんで、野菜不足の人にもありがたい。こうお米もきっちり固めだし、ちょっと変な表現ですけど包み込まれるような、もうハマっちゃう。もう食べ飽きないっていうのがすごい印象的。もうピリ辛なんで夏にはもってこい、夏っぽいって感じ。もうチキンもまだあるし柔らかい、これ。久々に食べれて感無量でございます。はい、ごちそうさまでした。もう本当に個人的な印象ですけども、スパイス感もきっちりありますし、旨味もあります。見た目も美しいんですけど、なんかね、こう、食べててギュッと包み込まれるような、こう食べてどんどんハマっていく感じでいて、これはほんま100杯ぐらい食べれちゃうかなっていうような感じの、食べ飽きないカレーで、副菜も乗ってるんで、ご飯だけでもいってもいいし、カレーと浸して食べてもいいし、他の副菜もありますし、で、いろいろ楽しめますし、食感だったり味の変化も楽しめる。でいてピリ辛なんで夏にはもってこい。で、もうほんとね、チキンがこう食べた瞬間に、口の中に旨味がふわーっと広がって、それでカレーとライスといって本当に食べててありがとうございますって言いそうになるそんなもう本当美味しい絶品のカレーでございました。もうリピートしていく方もいっぱいいらっしゃるっていうのは分かりますんで、もう早くこのチャンネルでもねお店で紹介したいなと思ってますんで、もうぜひね、テイクアウトの方はちょっとこれからどうするのかは分かんないんですけども、おすすめのカレー屋さんなんで行ってみてください。はい、というわけでカレーの虜な生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さんまた明日、バイバイ。